2022年12月22日、ウクライナ軍参謀本部は、南部ヘルソン州のドニプロ川ドニエプル川東岸のロシア占領地域のカホフカにある飛行場に対して、ウクライナ軍が12月20日に攻撃を実施し、飛行場のロシア兵約150人を戦死させたと主張したよ。ウクライナ軍は11月初旬に、ヘルソン州の州都ヘルソン市を含むドニプロ川西岸地域を奪還していて、ロシア軍による砲撃を受けながらも東岸への進撃準備を進めていたとみられ、このところは特に東岸のロシア軍の拠点などへ、アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースなどを使用した、GPS 精密誘導が可能な長射程のロケット弾などによる攻撃を強化しているとされている他にも、ヘルソン州の黒海に面している地域のロシア軍拠点に対しても攻撃を加えたとして、ロシア兵約140人を負傷させたなどとの情報もあり、ドニプロ川東岸地域の奪還に向けて動き出した可能性が高いと見られているぜ。ウクライナの反攻が強化されつつあるということかな。何にせよ、早く戦いが終結してほしいものだよ。さて今回は、ウクライナ南部ヘルソン州でウクライナ軍が反攻強化の兆しが見えることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今回ウクライナ参謀本部が発表したカホフカの隣には水力発電所のダムとその上に架かる橋梁があるノーバカホフカがあり、ウクライナ軍がこの地点からドニプロ川東岸に部隊を進撃させる可能性が指摘されているね。ノーバカホフカのダムについては橋梁とともに10月にロシア軍がドニプロ川西岸から撤退する際に破壊されたとの情報があったものの、現時点で決壊までには至っておらず、ウクライナ軍がダムとその上に架かる橋梁を確保している可能性もあるが、このことに関する情報は特に発信されていないんだ。ヘルソン市の対岸にあるオレスキーでウクライナ軍特殊部隊の活動が撮影された動画で、東岸の建築物にウクライナ国旗を掲げている様子などが流されるなど、ウクライナ軍の一部がすでに東岸に渡って後続部隊を溶かさせるための橋頭砲を確保しようとしているとの情報や、下流の河口付近にある東岸のキンバーンサ州でも特殊部隊が活動していて、溶か可能な地点を調査しているなどとの情報が出回っていたよ。その一方で、ヘルソン州の東隣のザポリージャ州では、ドニプロ川の上流にあってウクライナ側が支配している州都ザポリージャから 100km ほど南にあるメリトポリ周辺に対して、ウクライナ軍の砲撃が激化していることが伝えられていて、ウクライナ軍がメリトポリ奪還を狙っている公算が強いとの指摘もあるな。メリトポリはロシア本土から東部ドンバス地方のルハンシク州とドネツク州を通り、ヘルソン州とクリミア半島へ通じる道路と鉄道における南部最大の要衝であり、ここをウクライナ軍が奪還することによってロシア軍は2つありクリミア半島への陸上補給路の1つを遮断されることになるんだ。その場合、クリミア半島への兵站補給はロシア本土のクラスノダールからクリミア半島を結ぶ補給路のみとなり、その途中のケルチ海峡に架かるクリミア大橋をウクライナ軍が破壊して崩落させることによって、クリミア半島のロシア軍は完全に補給を断たれて兵糧攻めを受けることになるってわけ。ウクライナの得意戦法になりつつある兵糧攻めだね。ロシア軍としては2014年に一方的に併合したクリミア半島を奪還されないようにするにはメリトポリを死守せねばならないのであるが、ここ半年以上かけて東部ドンバス地方ドネツク州の要衝バフムートに兵力を集中させて攻勢をかけているため、東部戦線から援軍を送ることができなくなっていると見られているよ。そのために先にヘルソン州でドニプロ川西岸から撤退させて、当初は東岸に防御陣地を構築させていた部隊交代させてメリトポリ防衛に振り向けた兆候があるなどの情報もあり、ヘルソン州の戦力がかなり低下している可能性が高いとして指摘されているね。いずれにしても現時点においてヘルソン州からザポリージャ州にかけてのロシア軍戦力は薄いとの見方が広がっていて、メリトポリ奪還か、あるいはノーバカホフカオレスキーキンバーンを結ぶラインでのドニプロ川とかを狙うかはウクライナ軍に主導権があるぜ。ウクライナ軍のザルジニー総司令官が、ロシアが9月に発令した部分動員令によって招集された兵士と、
徴兵制によって招集された兵士が訓練を終えた来年の雪解け時期か、あるいは早ければ1月にも戦線に配属されることになり、ロシア軍が大攻勢に出る可能性があると指摘しているみたい。ロシア軍は9月に予備役を30万招集するとして動員令を発動し、現時点でほぼ完了していると見られているからね。動員兵の一部は満足な訓練を受けさせることなく、旧式の自動小銃を持たせて最前線に送り込まれたようであるが、当然練度は低く組織だった戦闘ができないことからこれまでに大損害を出しているとの情報があるんだ。ロシアの独立系メディアであるバージュニエイストーリーが11月25日に、ロシア軍参謀本部と連多持保安局 FSB の筋からの情報として9月に動員された動員兵のうち、すでに最前線に送られた部隊において死傷者が続発していて、このままの状態であれば2023年の夏には死傷者が10万人に達する可能性があると報じているよ。バージュニエイストーリーによれば、これは先に述べた満足な訓練を受けていない動員兵が、ロシア軍が体制を立て直すまでのつなぎとして最前線に投入され、ウクライナ軍の弾薬を減らして疲弊させるための時間稼ぎの肉の盾として扱われているためであるとしていて、FSB に近い情報源の人物はウクライナ軍の反転攻勢が強く支えきれない現時点では動員兵の力を借りて時間を稼ぎ、ひとまず戦線を安定させるとした上で来年の春には再度作戦立て直して攻勢をかけると強調したというぜ。そして、動員兵の損失が膨らむことについては、その犠牲の多さを恐れることはなく、その損失は徴兵制で集めた士気の高い兵士で埋めることができると話しているというな。人の命をなんだと思っているんだろうね。せめて万全の装備を与えて、しっかり訓練を受けさせてから投入してほしいものだよ。ロシア国防省は10月28日に予備役30万人の動員を完了したと発表しているが、バージュニエイストーリーの予測が正しいとするならば、来年夏頃までには予備役動員兵の3人に1人が戦死するか兵士として再起不能な負傷を負うものとみられているよ。これまでに西側で明らかになっているウクライナ側とロシア側両方の情報を精査すると、ザルジニー総司令官の読み通りにウクライナのロシア軍は年明け早々に大増員となる可能性が大であり、ウクライナ軍としては戦況が有利なうちに少しでも多くの領土を奪還しておきたいところだろうね。特にクリミア半島の奪還はゼレンスキー大統領もことあるごとに掲げている悲願でもあり、成しておきたい目標であり、そのためにはロシア軍が増員される前にヘルソン州の全域とメリトポリを奪還しておく必要があるとされているからな。それに対して東部ドンバス地方は現在ルハンシク州ではロシア軍がロシア本土とドネツク州までを結ぶ幹線道路 P66 沿いに、南北に長い U の刃と呼ばれる戦車を主体とする機甲部隊の進撃を防ぐ陣地を構築しており、ウクライナ軍が精神するのを断固として防ぐ体制をとっているみたい。また、その南のドネツク州では先に述べたように、鉄道交通の要衝であるバフムートで半年以上にわたる激戦が展開されていてどちらに転ぶかわからない戦況なんだ。ゼレンスキー大統領はウクライナ領土の完全奪還を掲げてはいるものの、東部ドンバス地方では今回のロシアによる侵略を利用してドネツク人民共和国と、ルガンスク・ルハンシク人民共和国を立ち上げて、ウクライナからの独立を宣言してロシア連邦の傘下に入った新ロシア派武装勢力が、ロシアの支援を受けて国境周辺の地域で勢力を保っているため、そこを奪還した上で統治するのはかなりの困難が生じると思われるよ。そのため、ゼレンスキー政権はクリミア半島奪還を一つの目安として、新ロシア派の独立を認めた上で講和することがこの戦争を終結させる落とし所であろうとの見方が出ているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。